はい、本日もご覧いただきありがとうございます。いつもね、谷口鶴舟 YouTube、 あ、言うの忘れました。いつもね、山あり谷ありの、谷口鶴舟の、YouTube 動画、ご覧の皆様本当にありがとうございます。いつも見ていただいてね、毎回感謝しています。昨夜も赤いかイカメタルゲームね、できました。本日のね、ファーストヒットは19時19分、行くで、19時19分、ファーストヒットをね、ポロンポロッとね、あちこちでパラパラッと釣れました。釣れて、また止まって、またパラパラッと釣れて、また止まって、というようなね、感じからスタートしました。棚もね、最初は35メーターとか40メーターで、当たってきて、でしばらくするとね、15メーターとかで2、3人連れてきて、そのうち5メーターとか7メーターで釣った人もあれば、反対側の方に聞くとね、何メーターでしたか、35メーターんって言うたりね、また違う方がね、これ7メーターんというようなね、ほんまにね、だなんか超バラバラ、最近多いですね、超バラバラね、バラバラ事件ではないですけどね、ほんまバラバラですね。イカがなんちゅうかな、エレベーター状態になってるのかな、上がったり下がったり上がったり下がったりっていうね、そんな感じでした。でね、やっぱりね、これは、両型の赤イカです。最近まあね、両型がね多くなってきてます。中にもほんまにね、これスルメと違うっていうようなね、大きいね赤イカもね上がってきてます。サイズがいいです。やっぱりね、その代わりね、サイズのいいね赤イカはね、もう最初の引き方がね違います。ビョンビョンっていう、ビョンビョンっていうかな、竿をね持っていくようなね、巻きながら持っていくような引き方をするんですけども、やっぱりね、大きい赤イカの場合はね、でかそうだなと思ったらね、あんまりこう糸巻き巻き糸巻き巻きっていうのにブワーッと早く巻きすぎちゃうと右で足切れする可能性があります。中にはね、そんな時全部ドラゴ緩めといたらええん違うんってね、思われる方もあると思いますけどね、ドラゴ緩めるんではなくてね、ちょっとこうゆっくりゆっくり糸巻きっていうような感じの、こうゆっくりね巻く方がね、止めたらダメですよ。止めるとね、ガンナに戻りがないので、ふっとね糸が緩んだ時、たるんだ時にバレるっていうことがあります。そんな感じでね、巻くようにしてみてください。あとね、やっぱりね、このねイカメタルはね、そのお隣さん同士でも、隣の方でもね、前の方が釣ってるのに後ろの方があんまり当たんない、反対に後ろの方が当たってるのに前の方があんまり当たんない、道具はほぼ一緒、仕掛けもほぼ一緒、釣ってもほぼ一緒なのに、なぜ、当たりが少ない方があるっていうのはね、やっぱりね、このね誘いの違いです。やっぱりね、この何て言うかな、一つ前のね、動画にも、書いてたんですけどもね、ゆらゆらピタッでしばらくステイを長めにするっていうことです。ほいほいピタッではないんですよ、ほいほいピタッではないんですけどもね、ゆらゆらピタッ、そのね、ゆらゆらピタでもね、そのね、やっぱり竿の硬さによってね、柔らかい竿の、まあやったらほんまにゆらゆらっとこうしてもね、痛くっても、竿の柔らかさの具合で下の筋はあんまり動かないっていうかな、反対に硬い竿の場合はね、ゆらゆらっとかねしてもね、すっごく下でね、吸ってこうキュッ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 、仙台のコマーシャル違います、キュッキュッキュ
ュッキュッとねとかね、優先台のコマーシャルありますけどね、キュッ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 とで、ね、動かしすぎると、最近のパターンではね、イカがあんまり乗らないです。あんまり小刻みに揺れすぎると、最近のパターンではね、乗ってないです。またそういうパターンで乗る日もありますけどね、あんまりね、釣ってが小刻みに揺れすぎると、当たんないっていうような感じです。あ、これもね、両型でした。なのでね、あんまりその竿がね、硬そうな竿の場合はね、ほんまのうわピタッで止めて当たります。その止めもだいぶやっぱり30秒もしくは1分近くを、して止めて当たりますような感じにしてみてください。意外とね、このね、あんまり初心者の方ほどね、船長いかと思うんでもね、こう、いろいろ聞いたらね、こう揺すってないと釣れないんじゃないのとかね、そういう風にね言われる方が多いです。意外とイカは揺すらないとダメとかね、こう揺れてる時に乗ってくるっていう、そのね、そういう、その何て言うかな、初心者の方はね、そういう風に思われる方がね、意外と多いです。ですがね、すってにこのね、イカが抱きにくくね、イカが釣れてくる、このすってって言うんですけどもね、そのすってにこうイカがこう、足がこうピヨーンと伸びてきて、ああ餌だなとってこうグッと食いに来るときっていうかね、抱きつきに来るときに、グッと合わせて、まあ下の管内引っ掛けるっていうような感じの釣りなんですけどもね、あんまりこのすってがこう常時こうキュッ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 揺れてばっかりいると、イカがこう足ビューッと伸びに来てもじっとしてる時にはうーんパクッとこう、抱きにくるっていう感じなんですけど、あんまり揺れてばっかりいるとこう足が伸びてきてもまた揺れたからピッとこう、逃げるっていうような感じになるみたいです。自分はイカやったことないんですけど、イメージ的ですね、そんな感じなんですよ。だからね、あんまりね、このね、揺すってばっかりいるとダメなんです。でね、あとね、それかといって反対にね、ずーっとね、永遠とこのね、なんていうかな、イサギ釣りのようにね、ずーっと当たりね、じっと待ってる人もおられます。船長ステイを長くていたからって言ってね、ずーっとのほんまにね、永遠とずーっとじっと待ったままの人はあるんですけどもね、たまにです、たまにこうパパッと揺らっていうふうにこう、塩や、うちは塩やなんですけど、塩やって言うて、ゆらっていうのね、和歌山県にね、ゆらっていう地名があるのでね、ちょっと今、そういうことをちょっとジョークで言ってみたんですけども、全然知らない方は何のこと言ってるのかなって分かんないかも分かんないです、すいませんでした。ほんまにね、ゆらってね、たまにゆらピタッで当たりますよね、な感じにしてみてこう。でたまに竿をね、大きくね、うわーっと大きくね、竿を上げた後はパッと速く下へね、竿先を下向けます。ゆっくり下ろすんではなくてね、竿先を速く下へパッと下げるとね、ホールに変わります。でね、ホールに変わった時にね、糸がずーっと糸が飛んだら、スッテが下を打っていく時にね、そんな時にイカっていうのがね、抱きにくることが、食いつきにくる時が多いです。でね、落ちていくのが、ん？いつもと違ってちょっと糸が落ちていくのスピードが遅いなと思ったら、そういう時はイカが抱きつきに来てるっていうような感じで、そんな時はクッと合わせてくださいね。でね、合わす時もね、中にはね、まあ10人だったら5人ぐらいまでかな、ほんまね、合わすんではなくてね、そのリール先巻く方がおられますけど、先にリールを巻くのではなくて、先にね、竿を持ってるって片手だけでね、先にクッと合わします。合わして、で乗ったらちょっと重くなります。それからリールを巻くようにね、こんな感じにしてみてください。あとね、当たりが少ない方ほどね、ちょっと長い時間ずっと持っててね、棚ばっかりこう
上上げたり下へ下げたりね、棚ばっかりその気になってやられる方おられるんですけども、やっぱりねその、釣りに来てくれた方には、どのぐらいで上げて、たまに吸ってね光を当てたり、吸って交換したりしてみてくださいねと説明するんですけどもね、やっぱりねハンターの釣れてる方は釣れた時に上げてきてこうイカ外してる時に、吸ってね光が吸収して次道具を下ろした時に、光る逆をこうやって光るっていうような感じになるんですけども、逆のパターンでね釣れない人ほど長い時間ずっと受けっぱなしにしてるっていうような感じです。それで、吸ってがね、光を当ててしばらく当ててると下で夜光がブワーッとこう光るんですけどもね、ずっとつけっぱなしにしておくとね、いくらこうたまにこう、いかにアピールするようにこうパパパパッピラピラピラってこうシャクったりねしてもね、真っ黒くだったらイカもねイカにも気づかれないっていうのかな、そんな感じになるのでね、あんまり長い時間ねずっとつけっぱなしでおいてもダメです。たまにこう上げてきてね、吸ってに光当てたり吸って交換したりねしてみてください。そうするとね光当てたり吸って交換した時にねこうしていく時に、お法律に乗ったよってね、そういうこともちょいちょいあります。なのでね、雨長い時間ねつけっぱなしでおいてもダメです。あとね、吸ってるはね皆さんね意外とね多いです。これ今日は新品買ってきたから、って言ってねカバンの奥入れてる方ちょいちょいおられます。ダメですよそれはね、せっかく買ってきたこれ 今の赤いカもね言い方でした。せっかくね買ってきた、赤いカ違います、せっかく買ってきた吸ってちょっとね、ゆうべも行ってきてこの寝起きなんてねちょっとね、思ってることと喋ってることとちょっと違う時があります。ちょっとご覧くださいごめんなさいね。何の話してたのかな。あ、吸ってです。吸ってね最近ちょっと物忘れもねちょっと激しくなってきたんでね、すいませんでした。吸ってね、なんで船長、カバンの孤独を入れておいたらダメなのってね、不思議がる人がおられるんですけども、せっかくね買ってきた新品のスッテはカバンの孤独を入れておかないで、先ほど説明したように、船のライト光当たるような、ね、ところへね、スッテルは置くようにしておいてください。そうすると交換した時にねもう光吸収していて、ね、光が吸収していて、で道具を置いていった時にここへ光りながらこう置いていくので、いくらグッと抱きにくる、確率が高くなるっていうようなね感じです。意外とお前ねプラスチックのね、バッカンとかねカバンの中にね大事に入れてね、どうしようかなこれ使おうかな使わんとこかな今度まで置いとこうかなとかね、いろいろね、吸ってこのプラスチックの箱へ入ったままね、吸ってみながらねどうしようかなこうしようかなとかね、いろいろ考えてる方ね意外と多いです。多いんですけどもね、この、今ちょっとチラッと映ってますけど、この、当店はね赤いこの角マット、これ今映ってますね、これ赤いところがね、絨毯切ってねここへ貼り付けてます。まあ一回釣りにね来てくれた方は、分かってると思いますけども、そこにねすってグググググって引っ掛けてね、次にまた交換するときにパッと付け替えられるようにということでね、まあ一人一人ね角マット赤いこのね、角マット、自分の手作りの角マットなんですけどね、一人一人のところにね、標準装備していますのでご利用ください。でそこへね引っ掛けて、置くようにしてください。その代わりねたまにね、今まででも今年ね 何名様がおられました。なんかの具合でね道具ポッと落としたところ下ろすときにね、スッてに どういうわけかわかんないんですけどね、一歩が引っかかってきて道具落としたところをポッと、ね、投げなくてもいいんですけどね、投げたときにね並べてたスッてが
2、3個プルラッと飛んでいったりとかね、そういうトラブルがあったのでね、まあ船長ここ置いとけって言うたからって置いたら飛んでいったよってね言われる方もね、あ、これもダブルできますね、何名様かおられたんですけどもね、あとね、自分のズボンにね、トイレ行ったりした時にね、なんか痛いな痛いなと思ったズボンのここにあのポケットの近くにね、膝の私とかにね、自分の吸って引っかかってたわとか言うてね、吸ってに、自分が吊られてるっていう方もね、おられました。これもね、両肩、いい肩のね、赤い子です。まあ、落としたりしないように、あと自分、吸ってに吊られないようにね、お願いいたします。まあね、いかめたる。まあ、楽しいです。ほんまにね、当たりを自分で作るっていうかな。吸ってこう、微妙に動かして、誘って釣るっていうね、ほんまに、ゲーム性です。ゲーム性のね、高いね、釣りになりますけどもね。簡単に釣れる日もあればね、簡単に釣れない時もあります。やっぱり竿ですね。竿と吸ってと、あとは丸丸。前にも書いたんですけど、船長丸丸って何ですかって。丸丸、今日は言います。腕ってやっぱり違います、ほんまにね。なんちゅうかな、このね、早くパターンをつかむと、あ、こんなんで釣れるんってね、思われる方もおられますけどもね、意外とね、このね、ティップランやられる方がね、意外とこのね、最近のパターンから言うとね、ティップラン系のね、イカ釣りやる方が来るとね、意外とステイを長く量も出てない、量しないっていうことでね、ティップランはこうギャ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 ピタッギャギャギャピタッギャギャギャピタッ、あんまりねやったらダメです、ほんまに。なぜかちょっとブーンとこう行って、ちょっと皆さんね、目つぶってちょっとイメージ的に、ね、してみてください。イカがこう泳いでるとしますね。でまあ、吸ってがまあ子だからと思って、こうイカがこう、お、子だから泳いでるな、お、おいしそうだなと思って、こうムーンとこう、手を伸ばして、ちょちょん、おい、子だからおいしいかなとこう、探りながら、食ってで抱きつきに来るというような感じです。ですがあんまり動かしてばっかりいると、こうちょっとじっとしといてよ、もう触れないやんっていうような感じでね、もうええわってから逃げていくっていうようなね、イメージ的です。そんな感じ、最近のパターンですね。そんな感じなんでね、これもよく引いてるなと思ったらね、両肩ダブルでね、来てました。まあね、釣る人もあるし、ちょっと、波に乗れないっていう人もあります。まあ、これもね、昨日のパターンはね、昨夜のパターンはね、ほんまね、ちょっとね、棚がね、15m でこっち側の人来たからっつってね、マイクで 15m で来ましたよって言ってね、 35m で来たり、また 35m 探ってばっかりいたら次 10m で来たりとかね、追っかけていくと逃げた、イカが逃げるっていうから、追っかけていくとその棚でまた釣れない、また上上がったり、また上ばっかりやってた、また下下がったりっていうのは、ほんまにね、昨日はね、棚をつかむのが、一苦労したっていうのはね、感じのね、一日でしたね。これこの方もね、糸を巻き巻き、糸を巻き巻きっていうような感じのね、スピードでね、巻いてきてくれてます。あとはもうね、なんせ竿はあんまりしゃくらないでね、竿はピタッとね、同じ位置にしておいて、リールだけでね、ずーっと巻く方が、バレにくいと思います。連続ヒットでね、来てます。意外とね、こうやっぱり竿を持ったままこうリールだけでずーっとね巻いてくる国なのでね、意外とね、体力いります。なのでまあね、まあ70過ぎから道具始めてもらってね、大体8時ぐらいから乗ってきますよ
こんなパターンですよって説明はするんですけどね、8時ぐらいまでね、まあ準備運動があったらぼちぼちやっといてくださいねって説明してもね、開始早々から皆さんね、なんちゅうかな、俺がファーストヒット取ってやるでっていうような感じでね、まあ、そういうことは言ってないですけども、心の中で思っているのかなと思います。あんまり今から飛ばしすぎると、もうだんだん体力なくなってきますよって、準備運動が出たらぼちぼちやるか、まだ誰かいっぱい釣るまで待っといてもらってもいいっていうような感じにね、説明するんですけどね、そんなの関係ねえや。俺がいっぱいで絶対釣ってるでってね、皆さん心の中で思っているんだと思います。この前の方のね、T シャツ、なんて書いてるのかな、出たですね、この意外とね、釣りに来る方で面白い T シャツね、着てる方おられます。イタギズの時前にあったね、釣れるまで帰れへんでなんとかなんとかとね、釣れなかったらそのまま、なんかたるからどこ置いといて、そのまま明日まで頑張ってねってね , 笑いながら言ってたんですけどね、まあ、いろんなね面白い、T シャツあります。自分もね、イカ釣り始まるまではそういうことをいろいろ思うんですけどね、なんか T シャツで、パンツパンも当てた、人相の悪い自分の似顔絵のステッカーちゃいますが、ステッカーはね毎年ね、まあ、パターン変えて、今年もねちょっと、可愛らしい、ちょっとデザイン頼んでね、作ってるステッカーで、ただいまね、乗船の方にはプレゼントさせてもらってます。まあね、意外とこのクーラーボックスとかね、あちこちにね貼ってくれてます。この間も誰だったかな、常連様ですね、そうです、タチオとかね、いろんな釣りでね、超有名なねアメブロで、フォロワーになってる、釣り人やっちゃいますわ、釣り船屋さんなんですけどもね、神戸スマのね、船長丸さん、ビッグシークとかにもね、この間船長ね出てましたけどね、同い年でね、辻君えらい緊張してた、顔でね映ってましたけどね、常連様がこの間ね、船長丸さん辻君のところで行った時にね、フロアボックスでそのステッカー貼ってたらね、あ、エージェントこのステッカー貼ってるやんってね、言われたと言ってました。同級生でね、同級生と同い年でね、A ちゃん、面と向かっておった時にはあんま A ちゃんってなるんさって言われるんですけどね、実はそんなの感じのにあんまり A ちゃんって言われたことないですけど、あ、A ちゃんとこのステッカーやろってね、言ってくれてたみたいです。またね、彼とここもね、今は立ち釣りでね、また忙しいみたいです。あそこはね、すっごいね、うちとこと違って、もう年中ね、超忙しいというね、お店です。またね、立ち釣り、同い年、大阪のね、上丸さんも同い年で、妻の清少丸さんも同い年です。意外とね、同い年のね、伝道多いんですけどもね、一番流行っていないのがね、うちとこですね、千勝丸さんとこ、まあ、あと神丸さんとこ、立ち釣りだったらどっちが多いかなってね、人のことなんで別に関係ないですけどもね、なんか同級生でね、3人ね、前に1回一緒にちょっとご飯食べたことあったんですけどね、前とこよく儲けてるなってね、話してました。いやいや、何をおっしゃるウサギさんっていうみたいにね、みんなに、ね、お前とこの方がようボケてるな、お前とこしっかりようボケてるな、ええちゃんとこはあんまりボケてないなってね、答えながらね、口揃えで言ってました、ね、言ってね、ましたけどね、ほんまにね、ほっぺたひねきたパーってね、
笑いながら言ってたっていうような感じですけどね。あ、そういうね、話は変わります。来週ね、そうですね、来週の、22日火曜日、めちゃくちゃ、秋あります。天候もね、いいみたいです。ぜひね、ご予約よろしくお願いいたします。今までね、ほんまにね、現時点ですよ。現時点でね、4名様だけのね、ご予約となっています。ついてる時が狙い目かもわかんないです。さあ、後半戦、皆さんね、頑張ってくれてます。まあ、最初からね、パラパラっと来て止まり、パラパラっと来て止まりっていうようなね、感じの一日でしたけどね。まあ、なんとかね、皆さん頑張ってくれて、やってくれてます。糸巻き巻き、糸巻き巻きという感じのね、リール巻き巻き、リール巻き巻きでね、やってくれてます。イカはでもね、食べて美味しいです。このね、和歌山のこちらのね、海域の赤イカはね、赤イカ、別名和歌山では甘イカっていうぐらいね、甘くて柔らかくて、美味しいイカです。ゲソだけたまに引っかかってきたらね、ゲソだけね、食べてみてくださいね。美味しいですよ、ほんまにね、めちゃくちゃ美味しいです。甘くてね、吸盤が口の中にグッと引っかかってきてね、なんかしたんですか、ね、口入れて食べたらね、吸盤口の中へね、上顎引っかかってきてね、でみんなのね、こう舌伸ばしてながら、うんってこう固めつぶりながら、ここからこうね、口の中で格闘してるっていうね、人もね、ちょいちょいおられました。まあ美味しいイカです。持って帰って食べるよりもね、やっぱりね、釣り場でね、ゲソだけですよ。まあ中にはね、もう最近はあんまりないですけどね、中にはほんまにね、釣り場でこう刺身にしてね、食べてるっていうようなね、方もねおられましたけど、最近はあんまり料理してる方はあんまりいないですね。まあ、釣り場でこう料理するとね、透き通っててね、どこが切ったか切ってないかね、分かんなくなっちゃうっていうような感じになると思いますけどね。そんなことでね、まあね、両肩ちょいちょいね、両肩がね多く上がってました。あとはまあ誘い方ね、この YouTube 見てね、研究されてる方はね、誘い方が重要です。あとはね、上につけるドロッパーのね、ちょっとね、昨夜帰ってきてからなんですけどね、ちょっと電気つけたり消えたりね、しながら、このね、ちょっと2つだけね、ちょっと家持って帰ってきて、で電気つけたりパチッてやったらね、みたいにね、夜中の何やかましいことしてんのって言われたんですけども、これね、赤白と青白です。このね、同じ巣ってでもね、このね、こう電気消すとこは海の中へ入ってるとこんな感じです。こんな感じに、ね、やっぱり同じような巣ってでもね、夜行の光り方がちょっと違うっていうね、こんな感じになります。これまあちょっと参考にしてみてください。もうこう長い時間つけっぱなしっておくと、この夜行もだんだん光らなくなるっていうことをね、ちょっと頭の片隅にでもね入れておいてください。最後も、これもねよく効いてるみたいだったので、ね、ちょっとねアップにしてから、動画流してます。この方のようにね、やっぱりねちょっと両肩の場合はこうほんまのゆっくりね、巻く方がいいみたいですね、バレにくいと思います。お疲れ様でした。
はい、本日ねトップで、26杯、この方です、キラキラステッカーゲットしてくれました。おめでとうございます。当店ね、行かずの場合は、トップの方にはね、キラキラステッカー、2位の方にはありません。ごめんなさいね、2杯差でねこの方、2位でした。あとまあね、10杯台の方とかちょっとね少ない方もね数名おられましたけどもね、やっぱりちょっとね棚がバラバラだったんでね、棚がもう少し定まっていればね、もっと皆さんね釣られてたと思います。ちょっとねテクニカルな感じの1日でしたけどもね、やっぱりね最近イカのねサイズが良くなってきてます。両肩が多くなってきてるのでね、ぜひ、皆様、遊びに来てください。来週火曜日、22日めちゃくちゃ秋あります。ぜひ お時間のある方はね、遊びに来てくださいね。この方はね沖漬けも作られてるみたいでした。本日もご乗船&ご覧いただきありがとうございました。できればねチャンネル登録、グッドボタンもねよろしくお願いいたします。昨夜もご乗船のお客様お疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。